発熱外来を受け入れるこちらのクリニックには朝からひっきりなしに車が入っていきます。駐車場には検査を待つ人が乗る車がずらりと並んでいます。北九州市門司区にある内科のクリニックです。1,2,3,4,5、はい、後ろ窓お願いします。発熱や咳、倦怠感など新型コロナの感染が疑われる患者を車の中で診察し、検体を採取します。検査結果は15分ほどで判明し、その場で患者に伝えられます。忙しさは、もう報道とほぼリアルタイムで、先週ぐらいから突然爆発したので、倍とかじゃ効かないと思うんですよね。3倍、4倍もっとかなっていう感じ。早くてですね、夕方16時50分のご予約になりますが、大丈夫ですか？この日は朝の時点ですでに夕方まで予約が埋まっていました。今年1月頃の第6波では、平日の発熱外来の予約は多くても50人ほどだったのに対し、昨日は120人と2倍以上に上っています。今までにはやっぱりないぐらい多いですね。受け入れられますか？これより増えると、受け入れていくしかないですね。クリニックによりますと、第6波までは喉の痛みを訴える人が多かったそうですが、今回はそれに加えて高熱や倦怠感がある人が増えているといいます。また検査で陽性が判明する人の割合も高くなっています。ちょっとお食事したとか、ちょっと遊びに一緒に行ったんだとか、ちょっと一緒にドライブしたんだとかいう方も陽性になる確率がすごく高いので、今はですね、感染力がそれだけ高いのかなと。天井がまだ全然見えないので、今のところは毎日増え続けてますね。